そうするとどういうことになるんでしょうか。第2位はそうそうそう、 B サイレント山口百恵9036点。先週第4位から一気に第2位ですけど、はい、ご感想は。嬉しいです、もう一歩そう、こうなればもうねもう中国でも人気すごくてですね、ええ、あの香港でこういう映画のポスターを手に入れて送ってくださった方がいらっしゃる。これ上映されてるわけですか、あちらで。そうなんです。で、あの私調べましたところ、山口百恵というのはさっきジュディ・オングさんに聞いたんですけれども、サンコーパイウェイ、こういうんだそうですね。まあね、そしてあなたの肩書きって言いますか、あなたはね、はい、金の像のような玉のような女だと。金像玉女それから青春の偶像であると、こういうふうに書かれて、だけどやっぱりその国で上映されるっていうのは嬉しいんじゃないですか。なんか不思議な感じですね。お騒がせしてますけど、はい、こんばんは、銀次です。冒頭のねベスト10でまた桃井ちゃんが金玉の話本人がしてたわけじゃないですけどね、金像玉女って言われてどういう意味なんですかね、金の像の玉の女ってで、あの桃井ちゃんのもみたいな顔をね笑ってんの黒柳徹子ももう明らか確信犯だったしね。ねえ、でその後のその後の動画のね、愛染橋でもう愛染橋でもう桃井ちゃんも伴奏のところでもうイントロで感情移入しきってまたね桃井モード入ってんのに、でーんって曲終わってみたいな。まあ今日はそんな金玉だのなんだのっていう話じゃなくて、まあ、ゴローも入ってましたけど。いやね、最近また山口百恵ちゃんの動画を検索してた時にね、あの、たまたま見たことない動画が一個あって、見たことない動画っていうか見たことないタイトルのやつが一個あって、で、何なんだろうこれって思って再生したらね、パピッター。めちゃくちゃいい曲だった、それがね。ねえ、その皆さん、わかります？何か。幻のなんか曲らしいですよ。とは言っても最初にアップロードしたその曲は9年前ぐらいにアップロードされてるみたいなんですけど、じゃあ早速ね聴いていただきましょうかね。桃江ちゃんの幻の神曲、それはアンタークティカ未来大陸。沈まない太陽を探して私たち旅に出れば、そこはメルヘンの世界、怪しい光が二人を誘くれますか。私たち忘れないわ。夢はこの手で掴むの、自然の織りなすオーロラミュージカル。
けるわ。ハローハロー and モーツァー、素晴らしい旅立ちの幕開けね。最高じゃないですかこの曲。俺ねこれベスト10、12とかもう一回作り直したら多分この曲まず3位とかに入ると思う多分。うん、いやもうね、私の最も好きなメロディーラインとその演奏カラオケの部分も、真夜中にも沈まない太陽を目指して私たち旅に出ればって言った後のミュー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 、あの、あれ何の楽器なのか分かんない、シンセの音なのか分かんないですけど、あれとかその後のそこはメルヘンの世界、怪しい光が二人を誘うなんてね、さすがこれ作詞がアギヨーコさんらしいんですけど、さすがの作詞力だなと思って、歌詞めちゃくちゃいいし、で何よりもやっぱメロディーが最高ですよね。サビの前のハローハローエンモークさんっていうところももうめっちゃいいですよね、ほんと。もうそれしか言葉が出てこない。語彙がない。すべてがパーフェクト。うん。完璧。こんな素晴らしい曲がどうして CD 化されてないんですかっていうね、NHK さん。どうかしてますかみたいな。今すぐ CD 出してください、みたいなね。iTunes に流してください、みたいな。でもないみたいなんですよね。CD 化も、まあレコード化もされてないし、CD 化もされてないということで。めっちゃ残念。まあ、アンタクティカ未来大陸の、あの動画があったんですよね。で、動画があって、俺はまあまたいつものこと解釈してこようかなと思って、思ったんだけど、その、動画の、あの、画面に、でっかくその人のチャンネルのなんかロゴっていうかこう、テロップがバーンってすごいでかく入ってるんですよ。で、すごいでかく入ってるから、それをさすがに俺はその人の許可なく無断でここに拝借してきて、やるぞ、あんだけ文字で書いてさすがにそれは気引けるわ俺もってね、なんか無断でやるのと思って、だから概要欄にリンク貼ってますから、ぜひそこであの見に行ってもらいたいんですよね、この曲をね。メロディーラインがめちゃくちゃ美しいっていうか、曲が美しいだけじゃなくて、歌ってる時の桃井ちゃんがまた最高に美しいんですよ。もう目がキラッキラ光り輝いて、美しいんですよね、歌ってる時の表情が。ハローハロー、え、モークさんって。で、モークさんって何のことと思ったら現実のことらしいんですね。あの、まがいものの太陽みたいな。なんか、本当の太陽じゃないんだけど、光の加減でなんかそういうちょっと、あの、怪しい光を放つ太陽みたいなのが見えることがあるらしいんですよ、南極大陸では。そのことらしいんですね。まあ、そんな細かいことはいいんだけど。今回は、その、楽曲をどうしてもお伝えしたくて、この動画を撮りました。で、桃井ちゃんファンの中でもね、だって俺なんか全然知らなかったですから、こんな曲9年前にアップロードされてて、今初めて聞きましたから、だってその間に山口桃井でなんか何回も何回も検索してるのに、そのアンタクティカっていう曲に全くたどり着かなかったですから、今まで。知らないし、そもそもそれはね。なんか NHK の、その、まあ、アンタクティカ未来大陸っていう番組の、テーマソングとして作られた曲らしいんですけど、ぜひともね、これを、皆さんと共有したくて、今回の動画を作りました。ってことで、まあ動画はこれで終わりなんですけど、次の動画はね、あの、聞くだけで波動が爆上がりする洋楽をおすすめ、何選かをしたいと思いますので、ぜひそちらも見てくださいね。皆さんも波動を上げて、ハッピーを舞い込みましょうね。自分の人生に、舞い込ませましょうね。ということで、
アンタークティカ未来大陸のご紹介でした、概要欄から動画をぜひ見に行ってくださいということで、あ、そうだそうだ、 YouTube 上にねその曲の動画、曲だとか、まあその動画とか貴重なものを上げてくださって皆様ありがとうございます。この場を借りてその人たちが見てるとは思わないけどねえ、ということで次の動画もまた見てくださいね。じゃあね。幻の太陽にご挨拶、ハローハロー暗黙さん、優しさを投げかけてくれますか、アンタークティカ。You